中共空軍は9月19日、グアムの米軍基地を模擬爆撃するプロパガンダ動画を公式ウェイボーにアップしました。2分強の動画の中で少なくとも3本のハリウッド映画の映像を投用していたことが発覚しました。中共空軍の公式ウェイボー空軍オンラインは19日、戦略爆撃機 H6 によるグアムの米軍基地爆撃をシミュレートした 私の名は戦争の神というタイトルの2分15秒の動画を投稿し、当メディアの CCTV も動画を転載しました。しかしネットユーザーによりこの動画は少なくとも3本のハリウッド映画から映像を投与していることが判明しています。

米中が戦争になると、中共の最初の標的はグアムなのかこれは明確な脅威であり、挑発であり、国防総省は公式にこの脅威に対応するか、実際の行動で教訓を教えることを期待していると述べています。また、別のネットユーザーらも、庶民に見せ庶民を騙すためだ。インドにさえ抵抗できないくせに、アメリカ帝国主義にあえて手を出せるのか

この動画で投用している部分は1分7秒のパイロットが発射ボタンを押してミサイルが敵の基地に飛んでいくところで2009年の映画トランスフォーマー・リベンジの映像を使用しています。また1分10秒には2008年の映画ハートロッカーの爆発シーンをそのまま使用1分16秒には基地の爆発シーンを1996年の映画ザ・ロックからコピーしたものが使われています。NTD ジャパンがお伝えしました。